立山支店撮影 JR バス関東立山支店は、千葉県立山市北条にある JR バス関東の営業所。9、創車場撮影高速バス、暴走名の花号、H654 から0 8 4 1に、南房州本線 M537 から97303南房州本線毎年1月21日に運行される。 小塚大 CTM537 から97,303投資店常駐車用で運行するもののみ記述する。いずれも日東交通と共同運行。好調な高速バスとは対照的に路線バスは自家用車の増加などによる利用客離れで赤字の状況にあり、国、県、沿線自治体が赤字分を補助金で補填して運行を維持しているのが現状である。 2011年2月には、同支店と立山市の連名で、沿線住民に対し、路線バスの利用を呼びかける文書での会覧を実施した。その一方で意見交換会を開き、沿線住民から意見を募るなどして、買い物バスの運行を始めるなど利便性向上を図っている。同支店管内では、運行区間ごとに、系統番号を設定。しかし、実際には、 行き先表示に明示はしていない。2012年10月以降、高速バス、房総菜の花号の一部便が、立山駅以南を一般路線バスとして運行している。南房州本線、須の崎線とも、JR 東日本が発売する、南房総フリー乗車券のフリーエリアに含まれる。南房州本線須の崎線路線バスタイプの車両は、前乗り前降り、5払いとなっている。一方、 高速バス用の車両で運行される便は同じ前乗り、前振りでも運賃の支払い方法が異なり、行き先申告制前払い制度が採用されている。どちらのタイプとも交通系、IC カードは、非対応。観光地の路線ということもあり、国鉄時代は座席定員の多いトップドア車がほとんどであった。JR 加護は前後扉か前中費の路線車が主体となっているが、 前述の通り前乗り前振りで運用されていることから、後扉、または中扉は基本的に締め切り扱いになっている。また、観光地ということで二人掛けシートが主体となっている。当地区では、日の車体の伊須津車という、国鉄では多数導入されていたが、バス全体から見れば珍しい車両も在籍していた。1993年翌1994年に、 かけては、同社で唯一となる三菱そ装、エアロスターも導入された。現在は、日野社の割合が高い。中古車は、都営バス、横浜市営バス、京浜急行バス、東急バスなどの車両を購入の上使用しているが、短期間で代替されている。JR バス関東の支店の記述でも触れている通り、車両購入の決定権が支店にあるため、このようなことも、 支店レベルの決議事項で行うことが可能であることを示す実例である。現在運用についている車両はすべて大型車である。中型車を購入していた時期もあったが、2009年に全車廃車となり、現在は在籍していない。高速車は2013年より2020年までにトイレ付き44席仕様のハイデッカー車の日野、セレガと三菱不装、エアロエースに置き換えられた。 東京支店の乗務員も、房総なの花号では、立山支店の車両に乗務することから、投資乗務になっている吉川、松伏号へも投資店の車両が使用される。2013年12月11日から2014年2月17日まで、東京支店所属の復刻デザインバス、赤椿目も、房総なの花号で運行した。2020年に、白川支店より、三菱不装。 ローザのボンネットバスが、転入、11月に、立山市ぐるっとボンネットバスの旅に使用された。この車両を用いて2021年1月から3月まで、立山市内で、市街地循環バスの実証運行が行われた。2021年3月7日から4月11日まで、中国 JR バスより、三菱ふそう、エアロキングのオープントップバス、メイプルスカイを借り受け、 同社を使用した立山駅発着の日帰りツアーに起用された。JR バス関東におけるメープルスカイの運行は2020年秋の西那須の試験に続き2例目となる。これに先立って2020年10月23日24日に同社を借り入れた試験運行が行われ、日の丸自動車工業のオープントップバス、スカイバス東京を伴って運行された。ありがとうございます。